達也さん、達也さんってエンドットのヤマトがめちゃくちゃ嫌いってこと聞いたんですけど、それ本当ですか？誰？誰？誰それ？いや、コムドットのヤマトです。コムドット誰ですか？落ちとる。いや、今や YouTube 界のトップを走るあのコムドットのリーダーヤマトです。 YouTube 界のトップを走る、そんな光に浴びたやつおる？この YouTuber でいますよ。コムドットのヤマト、めちゃくちゃ人気ですよ。何、グループ YouTuber？ 5人組でやってる。誰っすか？コムドットヤマト、調べてみてください。あ、こいつはコムドットな。それです、それです。これめっちゃ人気なんですよ。超面白いんですよ、動画も。大っ嫌い、大っ嫌いです。はい、皆さん、僕ね、よくね、コメントとかで言われてたんですよ。カズヤさん、新世代 YouTuber はどう思いますかとか、コムドットのことどう思いますかみたいな感じのことね、よく聞かれてたんですけど、大っ嫌い。誰あいつら。新世代 YouTuber、 俺そもそも全員嫌い。え、なんか、おもろい新世代 YouTuber。 おもみ、むちゃくちゃおもんない。おもんないよな、おもんないよな。なんか新世代 YouTuber さ、なんなんやろ。なんかあいつらさ、仲のいい YouTuber 集まってさ、ダイダイしてるだけやん。もし何がおもろい感じで思ってて。で、まあ、その中で、二人を浴びる、ヤマト。コムドットヤマト。でっ嫌いなの。俺、あいつだけはマジでっ嫌いやから、あいつだけはほんまに嫌いなの。一応チャンネル登録しちゃっとくよな。一応な。いや、それって、ちょっと気になってる。違う違う、普通に、最新のトレンドを知るために、一応チャンネル登録してあげてるだけ。そう。俺嫌いなやつ。なんか、ムカつくんよ。俺、自分よりも目立たないの大っ嫌い。あいつさ、去年さ、登録者400万人いくって言ってさ、賞味12月の時点で、いいかなと思ってた。あいつら達成したし、まあなんか、賞味ヤマト、有言実行して、ちょっとかっこいいなって思うとこもあった。俺、それが気に食わ！で、あいつのこと大っ嫌い。マジで嫌いだから。俺よりもなんか目立って、俺登録者21万人やけど、あいつら400万人おんのも気に食わんし、なんであいつら面白くないのに、俺の20倍の登録者おんのみたいな。はい、ということで、まあ、今回別に俺炎上してもいい。俺マジ嫌いから、あいつら、あれやねん、マジでヤマトって。だから、俺ね、パンチングマシン好きなんや。ゲース行ったら、絶対パンチングマシン。シュッ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 、プッ、プッ。どうすか？強そう。あ、強そう。うんうん。おぉ。パンチングマシン、俺めちゃくちゃ好きなんやけど、それで、点数を上げたいと思って、ちょっと秘策を用意した。嫌いな奴の顔を貼り付けたら、パンチングマシン、点数上がる説。俺これやりたいなと思って。俺、ガチでコムドットヤマト嫌いから、俺、ちょっと聞いたやん。この時は俺、この顔見ただけで憎しみが湧く。で、俺より人気やねん、みたいな。しかも、ちょっとかっこいいし、こいつの顔見たらマジで殴りたい。これもう今、怒りというパワーにめっちゃ溢れてるから、ガチで点数上がる。見えるわ、なんかお前の後ろに。うん、そう。もう俺、燃えたぎってるやろ、うん。もう俺、雰囲気ちゃう。熱いもんな。そう、やばいやろ、うん。もう俺、自分でも今熱いもん。やばいわ、今。ガチ殴りたくなってきた。行こうか。よし。まあ、とりあえず、まあ、一回普通の状態でやるわ。一回普通の状態やって、まあ、3回やるから、まあ、平均で一回ちょっとやってみるわ。まあ、普通に何度ぐらい出るやろな。賞味170くらいは出るの。普通の状態でな。実は普通のガチ。ちなみに、まあ、ヤマトの顔は貼ってないけど、これで手抜くとかは一切ない。手抜くとかは一切ない。どっちも同じ力でなる。オッケー。じゃあ、とりあえずこれでいきます。まずちょっと普通に一回殴ってみよう。ちょっと待って、普通にあの準備運動、普通にあの50やったから。わーな言ったやろ。なこれいったんちゃう？よっしゃ、ほうほうほう、問題ここや。これをとりあえずもう今から本気で殴ろう。はっはっ、マジで結構リアル本気で殴るのか。化粧こっからそうやな、うん、じゃあこいつの顔を貼って点数が上がるのかやから。嫌いやから俺、これマジで嫌いやから。こいつ嫌いなもんは知らない。自分より人気なのか気に食わん。ちょっと割とマジでセンスいけるような気がしてきた。うわっ、えぐっ、うわっ、うわっ、うわっ、最高記録。俺ちなみにガチで今さっきと同じぐらいに殴った。ということは俺多分怒りのパワーやちゃうんや。えぐっ、えぐい、ヤマトパワーすげえ。ヤマト張ったら出んねや。えぐい。
おおどんどん更新するやん。こいつのおかげやわ。マジでこの顔見たらほんまにパワー出てくる。ごめんヤマト、一回普通に殴るわ。あと調子が出てきただけかもしれない。あ、まあ確かに調子が出てきただけ。あったまってきた。だから今普通に殴っても200超える可能性ある。あー、それやとしたら今回のこの説はそう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 、違うということだよね。ただただヤマトのせいじゃなくて俺が体温まってるだけかもしれない。ガチで俺普通に殴る。ガチで、OK。おお、え、あれ、え、結構ガチなくとるわ。いや、こっから見る感じはもう何も変わらんぜ。もう一回ある、もう一回ある。え、マジで言った？ちょっと待ってくれよ。え、マジで？いや、待ってください、感じ。ヤマト、俺はお前のことが大嫌いや。すごいんや。検証結果、あの嫌いなやつの顔張ったら平均点数上がっていく。余裕で伸びる、はい、余裕で伸びました。パンチングなしの点数伸ばしたい方は嫌いなやつの顔張ったら点数伸びるんで、よかったらぜひ使ってみてください。すっきりした、帰ろう。すっきりした。